と植物が綺麗だね、これ最高ですね、これ本当綺麗な山だね、これはい、どこ行こうかな。桜の森に今日行きますんでね、中戸上150名、桜の森に戸上山上行ってから桜の森とかいうところ行ってみようかね。うわ、なんちゅうこった、これ。うわ、結構茂ってるね、これ。だ、これ、こんなとこあったっけ。結構茂ってます。いいね、そのままにしとく。あ、この下が桜の森か。行ったことないね、この下もね。とりあえずどうしよう。とりあえずね、戸上山に、山頂に来ましょう。はい、戸上山山頂にやってまいりました。戸上山山頂です。戸上山山頂です。下に安来市の風景が見ます。いや、去年来たら綺麗に刈ってあったんだけどね、この草がね。今年は草ぼうぼうだね。もう入れないで、これ入れないよ、これ。あ、ここだ。はい、ここがね、戸上山の山頂でございます。一番高いところ、これが戸上山山頂です。まあね、草がたくさん生えてるから、ちょっとね、タブの木なんだね、これね。タブの木、黒金餅。このね、この高い木が黒金餅、こちらがタブの木。タブの木、もうね、ここ木がたくさんあるんでね。はい、戸上山山頂でございます。どうしよう、どうして撮る。はい、はい、撮ります。戸上山山頂、よし。向こうにも行けたか。ここからはね、下にどうせ降りる。これ太いね、これ。これ何の木？この木は分かるのか。なんか札でもついてない。まあ、あれが多分の木、黒金餅だからね。これはね、多分の木かな、これ。山頂の風景がね、ちょっと分かりませんけどね、下の方がね。木がたくさん茂ってて。まあ少し、まあ残念ではあるけど、まあこれはね、木を切り倒すよりは木を温存してた方がいいです。この木がすごいね、立派な木で、
頭が下がります頭が下がります。この木には太い太い、いやー300年以上、400年、500年ぐらいあるかね。これこれなんかもねすごいですよ。これ幹回りが1メーター以上ありますよ。いや向こうの安来市の風景がもう下が下地金属になってるね。はい撮りました。まあすごいね、素晴らしい。十神山は本当あれだね、素晴らしいね。はい、ちょっと桜のこっちがね、桜の森っていう話だ。ちょっと行ったことないで、ちょっと行ってみましょう。あ、桜の森だそうです。桜の森だそうですね。ちょっと行ってみましょう。こっち通ったことないです。ここは初めてです。またどうせ上がってこないといけないと思うけど。まあね、十神山は上がったり降りたりだから。えらい暗くなってきたね。まあ暗いね。ラジオ体操してるんだよし。そこら中からラジオ体操の声が聞こえてきますね。いや本当初めてだね、桜の森に行くのがこんな道通りに初めてだね。うわすごいとこだね。初めてのところですよ。植物綺麗だね、植物。植物が。独特だね、これ。よし。結構膝にくるね。これ今日は膝気をつけんとダメだね。膝にくるって上がったり降りたり本当に本当に上がったり降りたり。
急だからね、結構すごい。何メーターかね、標高が。標高100メーターぐらい。どこどこにチームをするって危ないでこれ足滑ってさ、ダーンと落ちたらえらいもんするそれたたみ桜の森190m、トカミ山山頂200m。面白いね。それ、こっち行きます。120m ね。桜の森に参ります。先に。桜の森に参りましょう。初めてと去年来てないけど、トカミ山探検、サワラだって、サワラ、ほんまこれ港の横だね、これね、港の安来港の横だね。